お茶の間。お茶の間、この番組は地域の皆様のオアシスミリオングループの提供でお送りいたします。お茶の間。さあ今日の私の茶飲み友達はこのスタジオにお越しいただきました、新しく FM ジャングルのゴールドフレンズに、はい、なっていただきました。それでは自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、はい、田島ことぶきの常務やっております久村健三と申します。別名無駄信長と申しますありがとうございます。無駄信長さん別名なんですね。はい、久村さんよろしくお願いいたします。はい、そしてその部下の、はい、勝つ鉄平、改め、うん、勝つ鉄平です鉄平さん、はいはい、何度かジャングルに来ていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日はちょっとギターなしというギターなしで感じでございますけれども、はい、ね、ハンズフリーです。はい、ありがとうございます。さあ今回このご縁がありまして、まあ、豊川にも来ていただきまして、そしてなんとジャングルのフレンズになっていただいたということで、CM も流れておりまして、その CM のお声が、私とこの鉄平ですねえ、役者さんって感じがいたしますけれども、よく言われますね。よく言われますか。まあ、僕は初耳です、ね、はい、はい、今日はその、まあ、無駄信長さんというその久村さんはお衣装、これはですね、うん、田島国天下統一目指してですね、はい、田島を、夢舞台にしていこうと、いうことで、はい、今いろんなイベントをこれから企画してます、はい、これね、残念ながらこうラジオなんでご覧になれない方にどういうふうにこう説明したらいいんでしょう。なんかこれはいわゆる昔の戦国武将をちょっと想像していただいて、はい、ちょっと調子こいてた時のあの時代ですね、うん、あ、調子こいた時代、マントとか羽織ったりとか、うん、はい、赤が非常にいかつい感じですね、これ会社経費で作ったジャケットですはい、賛否両論あると思うんですけど、うん、鉢巻きもね、されてまして、これはどういう時にこういう衣装で、なんか営業とか、これは営業で、今、田島牛のカブを作ってですね、そしてスクーター作って、田島牛、田島牛、前を田島牛の顔にして、そのカブで、営業に行こうかなと思って、この衣装で。あ、すごい。カブっていうと、やっぱり頭かぶらないといけないんですけども、ヘルメットも、あ、そこにある、ここに、ちょんまげのヘルメットがあります。すごいですね、それ、ヘルメットもまた、会社経費で。一応ね、これ、道路交通法上、問題ないということで、ただ、ちょんまげみたいな、はい、見た目的に問題非常にあるので、止められる可能性は多々あると思います。すごいですね、インパクトがすごいですけども、はあ、すごい、そういう格好で。勝地さんは、はい、これ、これナチュラル、ナチュラルのグリーンの、私の好きなグリーンのポロシャツですけど、はい、特にやっぱりこう2人ともが共倒れするのは危険だということで、まあ、予備で一つは生き残るような形、はい、そうですね、お二人ともちょっとこういう格好だともしかしたらっていう感じもね、なんかの時に2人とも足止めくらって入れないとかあ、いやいや、そういうことになるね。まずこの湯月亭さん、田島ことぶきさんということで、どんな会社かっていうのをちょっとご紹介いただきたいんですけども、何を売ってらっしゃる会社ですか。私ども新温泉町にありまして、はい、土地餅、それからいろんな餅、それからせんべいを作ってまして、はい、あと、今コマーシャル流れてます黒豆茶の販売をしております。はい、はい、あ、じゃあ甘いものとか美味しいものとかもそういうものもあったり、ね、お茶もあったりということ でこの番組がお茶の間といいまして、まあ、茶飲み友達になっていただくというコンセプトなんで、まあ、お茶を本当ジャングルが用意しなきゃいけないんですけど、今日なんと持ってさせていただきました。ありがとうございます。こちらにありますけど、これがなんというゆうづき亭のごくごくごっくん黒豆茶カート缶でございますすごい、ごくごくごっくん黒豆茶で、ね、ちょっとやっぱりこれを飲みたいなと思うときに、あの歌聞きたいですね。これギターないですけど大丈夫ですか、はい、ちょっと鼻歌っぽく。あ、はいはいはい、あの歌ですか、ね、あの歌、よく某局でも、聞くんですけど、夜な夜なちょっと私残業して帰ったときに、はいはいはい、夜な夜な水曜日だったかな、あ、うん、はいはい、はい、いいですか、はい、せーの、若せ若せ家族のために、俺は無敵の黒豆茶。ありがとうございます、ね、すいませんありがとうございます、これがじゃあ黒豆茶ということで、
じゃあいただいてよろしいでしょうか。あ、どうぞ。ストローで。これは黒豆茶カート缶と申しまして、はい、一応比較的新しい商品なんですけれども。あ、そうなんですか。はい、もうすでに煮出した香ばしい黒豆茶がこの紙の缶に、はい、パックに入っております。ね、紙で、はい、だからいつでも気軽にお飲みいただける。これはもうやはり販売されてるんで毎日もこれ飲んでらっしゃるんですか。まあ、私どもやっぱ事務所が、そうですね、はい、もうこの黒豆の常に黒豆茶が湧いている事務所でして、湧いている、あ、いいですね、笑顔も湧いて、笑顔も湧いて、はい、うまいこと言いましたね。あ、ほんと香ばしい黒豆茶の香りがしますけど、ちょっとじゃあよく冷えてる、冷えてる、キンキンですね。いや、もうキンキン冷えてますね、黒豆茶。うん、あ、なんか懐かしい味。あ、本当ですか。うん、最近ちょっとよくペットボトルでね、お茶とか飲みますけど、なんかいろいろ凝りに凝ったなんかお茶がありすぎて、こういう黒豆のちょっと香ばしいお茶いいですね。はあ、今日はちょっとこれを飲みながらということで、はい、はい、お願いしたいと思いますけども、はい、今日実はこの豊岡に来ていただいたんですけども、この後ちょっと勝負に行くという。そうですね、神戸の方に。神戸の方に。神戸のどこですか。いや、いいですよ。ラジオ関西さん。だから私も聞いたことありますもん。ね、コマーシャルとかね。あ、これからということで。はい。なんか、ゲスト出演なんですか。たまにね、はい、汚しに、TR しに、汚しに。スタジオ汚し。そうです、ね。ラジオ関西さんのスタジオ汚しまくっていただいていいんですけど、ジャングルの方はちょっと綺麗にしていただいて。ああ、そうですね。いや、そんなことないですけど。ああ、そうですか。生放送、生放送です。生放送ね。何時から？10時40分ぐらいから。まあ、これ聞いてらっしゃる方はもうすでに放送が終わってるという感じなんですけど。そうですね。毎週ね、水曜日は私どもの歌かけていただいてまして、ね、はい。で、たまに汚しに行くと。そうですか。どうですか、神戸の空気。例えば、かつては、まあ、このジャングルもね、こうやって、まあ、ラジオなんで出ていただいてますけど、はい、やっぱちょっと、ピリッとする感じ。いや、全然緩い感じです。あっちも。はい。あっちも緩いんだ。緩いですよ。あ、そうなんですか。はい、へぇ、別に、なんですかね、向こうは向こうで結構関西のノリでやっぱりガンガン乗りつっこみとかあるので、うん、はい、こういう奇抜な格好の方が来ても嬉しい、それ相応に対応してくださると。でもあちらはなんかこう可愛らしいパーソナリティさんがいらっしゃる。もういる場合もありますし、あ、そうでない方もそうでない方そうでない方、これ大丈夫でしょうか。聞いてらっしゃるでしょうか。私よく NG ワードを言うんですけど、あ、はい、まあ、それは大丈夫だからフォローしてあげるからっていうふうに言われましたけど、はい、実際 NG ワード連発したら向こうは黙ってました。本当に喋らない。出た時。あ、そうなんですか。あ、まあ、うちは割と NG ワード緩いんで大丈夫だと思うんですけども、なんといってもこのゆうづき亭さん、今バックでねちょっとかかってるんですけど、勝地さんがここのスタジオで生演奏もしてくださったし、ホテル交渉さんの地産地消の、ね、フェスタで、もうたっぷりと曲を聴かせていただきました、はい、踊ってらっしゃったんですね。そうですね、牛の格好をして踊りましたね。ねえ、あれも本当に楽しいステージだったんですけども、なんとここにちょっとなんか CD でずっとアルバムがあって、はい、曲があるんですけども、なんかすごく変わったタイトルの曲が多いんですけども、そうですね、どういう曲を中心にこう作ってらっしゃるんですか。このほとんど私が作詞をしてますけど、やっぱりその、そうなんですか、思いを、はあ、田島のその熱い思いっていうのを一つずつ物語がありまして、はい、それを歌にしてやってる。今35曲ぐらいになりました、ね、ます、ね、これも田島に、まあ、こう絞ってというか、田島を歌ってる。最初ね、自社の商品を作ってたんですけど、これじゃダメだということで、はい、味方ダイナゴンという小豆の歌から始まって、うん、はい、ホタルイカとか、あ、ホタルイカ、ピーマンとか、ピーマンもなりました、ね、田島牛だったり岩津ネギだったり、あ、で、おとついできたのが田島夢舞台という歌。おとついおとついできました。あ、そうなんですか。これはもうほやほやで、ほやほやで、うん、田島夢舞台、ちょっと今までのタイトル岩津ネギの歌とかそういうのとちょっと違う感じがしますけど、はい、これなんかどう。これはね、今長くなりますんで割愛しますけど、映画を今企画してまして、はい、その映画の最後のエンドロールに流そうという、はい、田島の夢舞台っていうと、うん、一人一人が輝くという、リーダーシップ発揮して俺についてこいしじゃなくて、はい、一人一人が立ち上がって、そこの田島を舞台にして、うん、ある意味のライバルはディズニーランドだと。田島連合の田島ランド対ディズニーランドみたいな、そういうのに人を見に来る、人に会いに行きたい、そういうような
ところ、まあ、本格的にできませんけども、コツコツコツやりながら、そういうやっぱり田島のいいところは人だと僕は思ってますんで、その素晴らしい人を見に行く、うん、あ、なるほど、こういうあの、まあ、格好をする人もいれば、まあ、本当はこう内に秘めたる何かっていう見えない部分を、で試しに今井村温泉の中でオーバーカフェっていうのやってまして、はい、うちオーバーカフェ、オーバーカフェ、オーバーカフェってのがあってあ、オーバーカフェ、私どもの卒、あの卒業っていうか、はい、製造工場を、はい、あの定年退職した人をそこに、あの10人ほど登録しますけど、それは交代で、でうちのオーバーっていうのは人の話聞かないのが特徴で、でノルマは人を笑わせるよと、素晴らしい、で結構それは今評判になってます、ね、あの人もテレビでも取り上げられたりとか、へえ、だからやっぱり人を売っていけば結構人集まるなと、うん、それぞれにあのお名前はもちろんあって実名出てるんですか、例えばなんか、まあ、実名ですね、本当に実名で、でも下の名前で、ね、下の名前、わあ、そうなんですか、だからぜひあの来ていただいて、無料でねお茶とお菓子食べれまして、へえ、だって名物はとちおはぎセット、とちのみコーヒーととちおはぎセットで300円と、はい、あ、そうですか、いうことで、でもあのただお茶だけ飲んで帰ってもらったらいいと、でも笑かせてくれる、そうです、そうですね、ノルマは笑わせろと、どんなこと言って笑わせてくれるんですかね、まあ、だから自分勝手なあの、あ、その日のエピソードだとか、あ、そうなんですか、あの旦那と喧嘩してどの子のとか、あ、でもいいですね、なんか、なんかそんな感じです、ね、うーん、オーバーカフェ、オーバーカフェです、ぜひまたちょっとぜひね行かせていただいて取材もさせていただきたいと思います、お願いします、はい、その田島夢舞台というのをちょっとこれから聞いてもらおうと思うんですけども、はい、これはじゃあ作詞は久村さんがされて、そうです、ね、作曲はで、ですね、今回、あのこれゴールデンウィーク中に、はあ、おい、かっちゃんゴールデンウィーク明けにこれ、うん、あのもとあるところに提出したいから作ってくれって言われまして、いや僕、まあ、あの家族もいるもんですからゴールデンウィーク返事は難しいっていうことになりました、ね、豊岡市のね、あの龍君っていう子が作曲しました、あ、今回は龍君、龍君、あの龍製麺所ってありますけどそこの龍君、そこの龍君、そうなんですか、はい、でこれはまあその映画っていうとなんかスケールが大きいっていう感じがありますけど、それにも耐えうる壮大な感じなんですか、そうそう、あの思いが入った、思いが入った、あの子供たちをバックし、うん、して、いうな歌ですね、で作曲してくれたやつを僕が最終的にアレンジをして、うん、僕が歌って、あ、歌はね、はい、作りました、あ、はい、そうなんですか、はい、他の人が歌う、あ、作る歌っていうのは割とスッと歌えるもんなんですか、あ、大丈夫ですね、大丈夫ですか、はい、だいぶ変えてますけどねやっぱりちょっとアレンジ魂が、まあまあそうですね、そうですか、はいはい、じゃあ、まあ、はい、うん、ちょっとじゃあこれ一回聞かせて、ぜひ、ね、聞いて、え、これなんか本邦初公開ですわ、すごいと言いながらなんかどっか流れませんか、まあ、流れてません、あ、こっちじゃあ入ってますね、はい、 あ, の、はい、あれです、子供が飛び跳ねてるイメージで作ってくれって言われたんで、うん、そんな感じに仕上がってます、ね、すごいアバウトな感じですよね、そうですね、この映画が子供主人公の映画なので、最後エンドロールの時に子供たちが田島中のいろんなところでもうピョンピョン、ピョンピョン、あ、そんな歌です。あ、わかりました。はい、じゃあ、作詞された久間さん、ちょっと曲紹介をしていただいて。そうですね。はい、田島は夢舞台という、本当に元気になる歌です。ぜひ聴いて、ください。聴いてみたらわかると思いますけど。はい、それではお送りしましょう。自然あふれた田島国、ここは一人一人の夢舞台、人と競争するよりもゴールを目指してまっしぐら、台本通り行かなくてもたい、競争するならよそであれ、ここは田島夢舞台、正解なんてありゃしない、ワクワクドキドキ楽しもう、
主人公人情あふれる田島国ここは一人一人の夢舞台よその真似をするよりも独自の路線で突き進めピンチになったら喜べよチャンスと捉えて乗り越えよう oh, 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 ここは田島夢舞台諦めなければ夢叶うここは田島夢舞台自分が信じた道歩こう多分なんて恐れるなここは田島夢舞台諦めなければ夢叶うここは田島夢舞台自分が信じた道歩こうワクワクドキドキ楽しもうさあ今日のお茶の間私の茶飲み友達は、こちら夕月亭田島ことぶきさんの、はい久村さんと勝地さん、はい勝地さんってちょっと言いにくいです言いにくいですねごめんなさいねだからよく勝地勝地って思います勝地さん勝地さん鉄平さんに言うのは鉄平さんがいいかもしれないね鉄平さんってよく呼ばれてますかそうですねはい久村さんはさっき無駄信長としゃべる、なんて呼ばれてる、いろいろ言われますけど、ゴンゾーとかね、ゴンジョームとか、まあ、ジョームは名前じゃないですか、ジョームはそれはあまり名前とか、あそうですか、はあ、久村さん、クムッチとか言うの、クムッチ、なんかむっくりした感じがするんですけど、ね、そうですか、はい、あすごくいい曲でした、これ、ありがとうございます、ね、本当に飛び跳ねる感じで、はい、縦乗り、縦乗りですっていう感じでね、本当に元気な子供たちがこう浮かぶっていう感じがいたしますけれども、はいはいまあ、こうやっていろんな曲をお作りになってらっしゃいますけども、ちょっと先ほどありました、はい、岩つねぎの歌とか、うんうん、田島牛の歌とか、はい、ホタルイカとかありますけれども、はい、そういうのは作詞は全部そうですね、はい、ポポンと出てくるんですかフレーズが締め切りがあるとポポンと出てくるんですね余裕があるとね結構ねできないですけど何日までにやるっていうとなると神が降りてきます、ね、でも作詞はそうだけども作曲してくださる方がその日程に合わないとなかなかもうね強引にやれ命令ですあこれ上司ですから会社のまあ仕事ということになるんですかあそうですそうですねこれ、はい、名刺いただいたらはい、勝地さんの通信販売部、音楽担当勝地、はい、これまた通信販売部の通信があ、心が通う、通う心と書いて通信、ねうん、いやいいですねこれ、はい、通信販売部音楽担当という、はい、そうですねでもまあずっと音楽作ってるばかりじゃないでしょあ全然違います違います普段アフターファイブで音楽を作る結局仕事になるんですけどアフターファイブとはいえでもすごく黒豆茶でもそうですけど、はい、こうフレーズがこうなんかメロディーに乗ると覚えやすくてねそうですね基本はやっぱ子供たちが、はい、歌ってくれる難しくないような曲作りっていうのを心がけてくれって言われてます、うん、あついついひねっちゃうんですねコードとか例えばじゃあ曲ができました、はい、イメージじゃないっていう時もあるんですかありますやり直せって言いますね、でですねこれまた僕楽譜が書けないあ読めないへなのでどうするかというと、はい、まずこの久村氏に鼻歌を歌ってもらう、うん、どんなイメージですか、ね、あイメージをね、はい、はでそれを携帯か何かに簡易的に撮って、家に帰ってそれをこう汲み取ってこう作っていく、うん、あそうだねそういうふうにできるんですかはあギターで基本ギターでやりますね久村さんはギターと僕はね音楽全然ダメです楽器は無理です あそうなんですか、へだから最近僕気づいたんですけど、うん、久村氏が鼻歌いつもくれるんですけど、うんはい、どれも同じなんですいやかま
ああそういうことあるんだ。自分ですっごいいいメロディーができてると思う、これどっかでっていうと、なんか前にちょっと作ったりとか鼻歌で歌ってたとか、ね、そうなんです。だからありますピーマンピーマン田島ピーマンっていう鼻歌があったんですけど、で次また次の曲の時、ネギネギ言わずネギみたいなので同じよ。あロックンロールオバーのオバーのロックンロール。あそうですね、割とそこまでそこまでアホじゃねえぞ。割と嘘つけ。今割と単調に歌いすぎた感じですね。まあまあでも結構的をいてるなと思ってまして、やっぱりそれぐらいさらっと歌えるやつの方が、そうですね、はい、老若男女皆さん歌えるっていうことなのかな。だから基本は幼稚園児が歌えるかどうか。あ幼稚園児だからやり直せっていう、これは歌えんだろう。だから自分ではいいのできたぞと思っても、それを果たして子供が聞いた時にどうなのかっていうのを考えないと作れない。だから結構奥が深いっていうことはこれで勉強させてもらって、うん、でもそうですね、子供さんがこう歌ってヒットするってやっぱり「まるまるもりもり」とか「ぽーにょぽーにょ」とかね。そうです、うん、あそう、それだったらもう歌えるじゃないですか。ピーマン、そうなんです、ピーマンで歌詞にあんまりなんかこうこだわらなくても、うん、単純なフレーズ連呼ぐらいの方が、そうそういいかもしれない、実はいいかもしれない、いいかもしれないですね。あ、はい、で先ほどちょっとあのおばあのロックンロールっていうのが出たんですけど、はい、すごい気になるんですけど、さっきのおばあカフェもそうなんですけど、これちょっと聞かせていただいて、あのこれあのおば10人いるんですけど、おばあに一人ずつの特性があって、うん、人の話を聞かない、あと聞いてないことはわしゃ知らんという投げやりになったりとか、まあ、揉めたりとかあって、はい、それをあの色紙にそれぞれ書いたらお客さんがすごい欲しいということで、うん、あの最初あのタダであげたり、オバー語録ですね、オバー語録を、それを歌詞にしたのがオバーのロックンロールと、はあ、まとめたのがそうなんですけど、ガバイばあちゃんとかすごいいいこと言ってますけど、その逆でもないですか。あ割とああいう、ああいう感じで、そうですね、あ本当ですか、パワフルな感じ、パワフルな、はい、じゃあそういうふうな、フレーズも入ってるということで、そうですね、はいはい、じゃあちょっとこれいメロディー的には激しい感じ、メロディー的にはそうですね、そうですね、三味線が入ってます。やっぱり和の感じ、ね、あ和の感じのよ、三味線とレスポールの、これまたリュウ君という子にギター弾いてもらいましたけど、もうその三味線とギターのバトルがすごいですね、もうなんかイメージがすごいどん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 膨らみますけど、要するにめちゃくちゃめちゃくちゃな感じで、はい、そうですか。じゃあおばあのロックンロール聞いてみましょう、はい、おばあのロックンロール、おばあのロックンロール、元気田島のおばいつもマイペース、田島のおばしたたかに生きてる、おばのロックンロール、おばのロックンロール、
は生かさず殺さず、わしの手の中、黙ってわしの言うこと聞け。田島のおばいつも元気、田島のおば福来たる、田島のおばピークは90歳、おばのロックンロール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 。さあ聞いていただきましたおばあのロックンロール、こちらもいいですね。ありがとうございます、はい。なんかそのおばあカフェのおばあ、おばあちゃんって言ったかな、おばあをあの目当てに来られる方も、そうです、大阪から月1来られる方いますし、あと横浜の方も年に1回、あの来られてます。そうですか。それお話目当て。そうですね、はい、あの地域と人が好きだということで、横浜の人はあの私ども通信販売のお客さんで、あ、そうですか。スタッフとか地域の人が、田島の人が好きということで、本当にあの来ていただいてます。いいですね、まあ、どんどんとその田島 の、まあ、あの田島夢舞台もそうですけど、人をこうどん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 、ね、まあ、ジャングルもこうフューチャーしていくんですけど、ね、ぜひまたこんな方いらっしゃるとか、またいろんな情報を持ってきていただいて、ね、はい、いっぱいいますよね、本当に面白い人が ね、はい、まあ、あの豊岡のことは私たちもまあまあわかるんですけど、はい、そちらのね、あの新温泉町だとか、まあ、上町だとか、まあ、浅子とかっていうのはちょっとなかなか情報も、はい、浅子と矢部も面白い人が多いです から、はい、あ、ね、もう気が合う人が、そうですね、そうですか、結構最近、はい、あ、そうですか、つながってました、つながっているね、どんどんつながるんですね、はい。さあ、今日はお茶の間に本当に黒豆茶をいただきながら、はい、ごくごくごっくん黒豆茶をいただきながら、お話をさせていただきました。ありがとうございます、はい。あ、これなんかスタッフにも、はい、まあありがとうございます。どうぞどうぞ、 どうぞくださるって言う前に言ってきましたけど、すみません、利尿作用があるんで、あ、そうですか、あのブースに入る前は気をつけていただいて、やばい、この後私生放送3時間なんですけど、はい、大丈夫でしょうか、はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にあの熊さん、皆さんに、豊岡の皆さんになりますけど、まあ、これ全国で聞けるんですけども、はい、あのメッセージをいただけますでしょうか。そうですね、はい、豊岡さんの方の歌はまだ作ってません。これから何かで一曲作って一緒に盛り上げたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。あの依頼されますと言ってますけど、依頼されるとあの行きにくいので、そうですね、依頼ぜひ、あの本当はね、依頼なくて行くんですけども、はい、なかなかちょっと行きづらい感じがあって、ぜひ呼んでいただければ、ぜひ来てください。あの本当に一緒になってね、やっていきたいっていうふうに、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ、あの哲平さんも、あ、いいですか、はい、はい、あの私いろんなところでですね、うん、まあ、ライブをさせていただいてたり、はい、まあ、自分が歌うこともありますけれども、まあ、ギターだけを弾いてたりみたいなことで、結構豊岡の方でも見たことあるぞっていうこと、うん、方がいらっしゃるかもしれないです、はい、まあ、今後ともあの見かけた時には勇気を出してですね、はい、勇気出さずお声掛けいただいて、はい、分かりました、温かく見守っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、またぜひあのこのジャングルのスタジオにも遊びに来ていただいて、はい、お願いします、ね、ことを教えていただければと思います。本当に鉄平ばっかり待って、私呼ばれないので、はい、あのそうです、半分拗ねてますけど、まあそんなこと言わずに見た目で今日皆さん印象に残るように、はい、ということだったんです。これちょっとまた後ほど写真撮らせてもらって、またフェイスブックにぜひちょっと上げさせていただきたいと思います。皆さん、お願いします。ドワッと驚かれると思いますけど、そうですね、なんじゃこれ、そうでもないと思います。そうでもないありがとうございます、はい、今日は、こちら夕月亭田島琴吹さん、久村常務なんですよね、本当はね、久村常務取締役、すごい、お偉い方、伏せていただいて、やばいので久村さんと、そして勝地哲平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お茶の間。さあ、次回の茶飲み友達は豊岡商工会議所青年部の4人の皆さんです。どうぞお楽しみに。この番組は地域の皆様のオアシス
ミリオングループの提供でお送りいたしました。茶飲み友達はあなたのあなたのあなたの西村元でした。